んにちは、孤独のライダーです。今日は朝からぐずついた天気、ようやく黄昏時になって少し日差しが出てきたので、カメラ片手にいつもの高松の池にね。今回持ち出したカメラがオリンパスの E500、 15年以上前の古いカメラ。古いと言っても侮れません。コダックの CCD センサーを搭載し、目で見た青の表現は僕の持っているメインカメラでも叶いません。ちなみに動画機のレンズはオールドレンズなので逆光には弱いです。まあ時としていい味になるんですけどね。ツツジもこれからたくさん咲いてくるね。レンズは 35mm の F3.5 マクロレンズ。このカメラにこれ1本でつけっぱなしです。今光が差してくるのを待って、順光で青と緑と白を狙っております。名残桜、さてこの大木をどう料理していきますか。僕はサビが好きだ。立ち入り禁止も絵になる。